久しぶりです。突然ですがぜひこれを受け取ってください。休みの間フロリダの別荘でバカンスを楽しんだもので、そのお土産です。確かにあのきらめく陽光、青い海、白い砂浜は決して日本では味わえない素晴らしさですね。どうかしましたか？それはお気の毒に。失礼でなければ僕がお助けしましょうか？うちのコックも美しい女性に味わっていただいた方が喜ぶでしょうし、何も遠慮なさる必要はありませんよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。へえ、お前なかなかセンスあるじゃん。気に入ったぜ。サンキュー。そうですね。まあ、いいでしょう。道の真ん中を歩いとるんじゃない！他の通行人の迷惑を考えんか！わっとは何事だ！目下の者から先に挨拶せんか！バカモン！
ていましたよ。僕の方が早めに着いてあなたをお待ちしていたんです。僕を待たずして演奏を開始するとはどういう了見でしょうね。この楽団の演奏は僕もよくうちで聴いているんですよ。僕は静かな家で聴いていた方が落ち着きますね。それは認めます。次からはコンサート会場を貸し切りにしましょう。あなたとご一緒できて僕はとても楽しかった。ご迷惑でなければまたお誘いしたいのですが。ではあなたも楽しんでいただけたのですね。よかった、ほっとしました。休んだりしているやつはいないな。じゃあバスに乗るぞ。よし、集合時間までは自由だ。お弁当も各自好きな時に食べていいからな。失礼、ちょっとよろしいですか。昼食はお済みですか。そうですか、ちょうどよかった。向こうに美しい花園を見つけたのですが、一緒に見に行きませんか。さすが僕が見込んだ女性だけあって、自然の美しさが分かってらっしゃいますね。さあ行きましょう。美しい都会の騒がしさがまるで嘘のようですね。でもあなたをお連れしますよ。ご心配なく、うちの者に運転してもらいますから大丈夫ですよ。いえ、大したことはありません。僕が父の事業を継いだ後はさらに発展させるつもりです。自由に未来を選べるあなたの方が僕には羨ましく思いますがね。今のはただの愚痴です。聞き流してください。おーい、みんな時間だぞ、早く集まれ。よし、全員いるな。それじゃあバスに乗り込むぞ。
ですね。まあ、いいでしょう。今日から3日間の試験期間だぞ。最後の悪あがきは済んだが、チャイムが鳴ったら開始していいぞ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。それじゃあ、チャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。お待ちしていましたよ。僕の方が早めに着いて、あなたをお待ちしていたんです。では、そろそろ参りましょう。なんという旧時代的な乗り物だ。こんなもので喜ぶ人間の気が知れませんね。あなたも普通の女性だったということですね。こんな安っぽい乗り物で喜ぶとは。あなたとご一緒できて僕はとても楽しかった。ご迷惑でなければまたお誘いしたいのですが。ではあなたも楽しんでいただけたのですね。よかった、ほっとしました。心の準備はいいか？この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。もう日が暮れるぞ。
途中まで送っていってやるから帰りなさい。ご披露しましょう。ダンスの心得があるんですか。ずいぶんお上手ですね。それもそうですね。レディーのエスコートは紳士のたしなみですから。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あなたは不思議な人だ。なぜ僕がこれを欲しがっていると分かったんですか。感激です。
そうですね。ま、いいでしょう。あまり調子が良くないようですね。よろしければ僕がお教えしましょうか。お待ちしていましたよ。僕の方が早めに着いてあなたをお待ちしていたんです。ではそろそろ参りましょう。まもなく試合開始のようですね。僕の到着に間に合わせるとはなかなか気が利いていますね。一般席で試合を観戦するのは久しぶりです。たまにはいいものですね。VIP 用の特別席です。静かに観戦できますが、試合の熱気はまるで伝わってきません。あなたとご一緒できて僕はとても楽しかった。ご迷惑でなければまたお誘いしたいのですが。ではあなたも楽しんでいただけたのですね。よかった、ほっとしました。そう、じゃあまた明日。道の真ん中を歩いとるんじゃない。他の通行人の迷惑を考えんか。わっとは何事だ。目下の者から先に挨拶せんか、バカモン。
まあ、いいでしょう。期末試験だな。みんな問題はよく読んで最後まで諦めるなよ。チャイムが鳴ったら開始していいぞ。開始していいぞ。チャイムが鳴ったら始めていいぞ。よし、これで今回の試験は終わりだ。帰ってよし。していましたよ。僕の方が早めについてあなたをお待ちしていたんです。ではそろそろ参りましょう。日本の山でスキーをするのも久しぶりです。いつもカナダで滑っていましたからね。では参りましょう。その通り、よくお分かりですね。スポーツで大事なのはスタイルです。格好から入るのが上達の第一歩ですよ。あなたとご一緒できて僕はとても楽しかった。ご迷惑でなければまたお誘いしたいのですが。ではあなたも楽しんでいただけたのですね。よかった、ほっとしました。心の準備はいいか。この前のテストの答案を返すぞ。名前を呼ばれたら取りに来い。
ちろん招待をお受けしますよ。もともとイブはあなたのために開けてありましたから。遅くなって申し訳ありません。お言葉に甘えて伺いましたが、本当に良かったのですか？普通クリスマスには一流レストランや遊園地に行きたがるものと思っていましたが、確かにこの方が新鮮ですね。あなたといると飽きることがありませんよ。今学期は今日で終わりだ。楽しい休みの前には何が待ってる？そう、通知表だよな。出席番号の順に取りに来いよ。なかなかいいぞ、よく頑張ったな。それじゃあまた新学期に会おう。たっぷり遊んで元気な姿で学校に来いよ。参りするとしましょう。あれがおみくじというものですね。せっかくですから聞いてみましょうか。なんだ大吉か。当然すぎてつまらんな。あなたと一緒のくじを引くとは、やはり二人の間には運命的な何かがあるのかもしれませんね。よろしければ僕と初日の出を見に行ってみませんか？美しいですね。今この光景はあなたと僕だけのものですよ。ハッピーニューイヤー。今年が二人にとってさらに素晴らしい年になるよう祈りましょう。